こんにちは、ご視聴ありがとうございます。システマ PTW インフィニティスピードスターマック堺エディションを紹介します。まあ、以前にも紹介したんですけど、またねちょっと変わったりしてるところがあるので、まあ、そこら辺を中心に紹介していきたいと思います。鶴本様、久美様、どうもありがとうございます。こちらで変更した点はドットサイトをつけたのと、ちょっとストックの長さがね私には短かったので社外品のストックをつけました。全長は約79センチ、重量はバッテリー込みでビビーダが入っていない状態で 1.52kg でした。マガジン重量は 166g でした。100発ぐらい入るかな、スプリング式のマガジンです。トレポンはカーボンのアウターバレル、インナーバレルねかなり短いんですよね。上からのサイトは XT6、 ハンドガードはなんか指抜きのところもなくなって、あのおしゃれなデザインのハンドガードになってます。カブとかね M ロックでちょっとグリップつけたかったんですけど、ちょっと無理そうですね。はい、で握るとかなり細身ですね。刻印については右側にシステマで、この肉抜きな加工とか前なかったような気がするんですけど、で左側にシステマインフィニティスピードスターナンバー0と。マガジンキャッチボタンを押すとマガジンは途中まで自重で落下しますね。球弾孔の前にホップ調整用のネジが見えます。ボルトリリースがあって、うちを尽くすと作動が止まるんですよね。新しいマガジンを入れてボルトリリースを押したらまた撃てると。セレクター動き軽いですね、貫通しています。はい、トリガープルについてはちょっと触れば、あれトリガープルについてあんまり遊びがなくて、はい、トリガープル見ますね。はい、 273g。ためらいがちに引いちゃうと出るとキーがあるバースト。まあ、グリップについては前回ね実銃用のねグリップでかなりちょっと大きめ立ってるやつがあったんですけど、それが今回はなんかちっちゃくなっちゃいましたね。はい、インフィニティなんで、まあ、モーターが入っていないので、まあ、こういうことができると。握るとめちゃめちゃ細くいいのと、やっぱ穴が気になるし、まあ、ここら辺ちょっとなんかとりあえずテープかなんかで埋めたりしてやろうと思います。まあ、ストック見ますね。最近ねストックめっちゃ長くするのが好きで、まあ、これ、まあ、基本的に押さえてるんでこれでは取れるんですけど、まあ、これの長さが好きなので、まあ、これでやっていきたいと思います。弾入れますね。なんか丸いの BB 弾を指定なので 0.2g のバイオ弾を使います。 M1 にサイドワインダー出るんでこれで入れます。あんまり入れすぎてもダメなんですよね確か。これぐらいにしようかな。バッテリーは 16.84V でした。コネクタをつないで入れて、これ引っ張って右に回すと。エアガン競技 APS カップの的を 15m 先に置きました。よし、うん、大体サイト合わせてるんで、ね、飛びいいですね。横打つと、まあ30ではちょっと落ちるぐらいで、まあスピードシューティング用にねお願いしてるものなんで、まあちょうどいい感じですかね。やっぱこのねトレポンならではのこの何ですかね、こう前何の前触れもなくこうスッて飛ぶ感じがあって、なんか詳しい方にお聞きしたらちょっとね気候的なもので確かにそういう感じなんですって。だからこう集団打つ時の感じがねなんかすごい心地いい感じがしますね。はい、初速計測しますね。 89.9、 あ、びっくりした。90 90 90 89.7、90 90 89.1 89.7 80、あ、90.2 90。サイクルは
14.88 毎秒、発射音50センチ離して 91.1 真横、 102.9 銃口は 108.8 デシベルでした。静かめですね。スティールチャレンジャーラウンダバウト打ちます。そうですね、まあ、銃が軽くていいですし、やっぱ軽いだけじゃなくてしっかりね剛性もあるので、なんかそこら辺ですかね、なんか独特の打ちやすさがあるような感じがします。なんか引いて出る感じがこうなんですかね、独特のスパーンって出るね気持ちよさっていうのはなんかもういいですね、はい。ヤハン競技の APS カップのブルーザイ打ちます。うん、なんかキレもよくね、すごく打ちやすかったですね。まあ、まずまずという感じですかね。インフィニティスピードスターのマックス赤いバージョン紹介しました。まあね、もうちょっとねブラッシュアップするところが分かったので、またシステマさんにお願いしてちょっとね手直しなどあるかもしれないですね、はい。以前にもねトレポンいくつか紹介してますので、評価もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。